人生で初めて一回転する落車を経験しまして、で、その事故から実際に3日ぐらい経って、顔の腫れとかもだいぶ引いた方なんですけど、事故から学んだことがすごく多かったので、今回動画にしてます。下唇が全く動かない状態なので、流暢に話せないんですけど、そこもご了承ください。で、実際に私が怪我したのが、自転車好きの知り合いが集まる集いみたいなところで、阿蘇山に、熊本の阿蘇に行ってたんですね。これは動画の撮影とかは全くなくて、完全な旅行として実際に阿蘇に行って、阿蘇山の草原を E マウンテンで下るっていうツアーみたいなのがあったので、それに参加したんですよ。で、実際にその E マウンテンの下っている最中に一回転したっていう感じなんですけど、実際のその事故の状況としては、私が行く正面から見たら全く段差が見えないけど、横から見たら確実に明らかな段差があるみたいな状況だったんですよ。下ってくる方向からは草とかが結構生えてたので、段差の影すら全く見えなくて、そのまま一直線で道が続いているように見えたんですね。なので段差があることを全く知らずに、そのまま躊躇なく突っ込んだら、もう気づいたら一回転してたって感じで、私的にはあんまり覚えてないんですけど、他の人が見てた曰く、後輪がまず浮いて、そのまま綺麗に一回転して、顔から地面に叩きつけられたっていうふうに言ってましたね。ただその本当に不幸中の幸いで、顔面から落ちたんですけど、本当に脳にも歯も全く折れておらず、で、骨折も全くしてないんですよ。なので手足は自由に動かせるし、問題なく歩けるんですけど、一部強く体を打ったところもあるので、打撲とあと関節の痛みがまだちょっと続いてるっていうところで、一番大きかったのがこの外側からは全然わからないんですけど、口の中、下唇と歯茎が中までざっくりえぐれてて、もうなんかパックリっていう説明じゃなくて、もうざっくりですね。中にもうほんと顎のラインまでえぐれてる感じで、ほんと外見だと全然わかりにくいんですけど、で、そのざっくりえぐれた中に草とか泥が入ってる状況なので、少しまだ違和感はあるんですけど、明日その口腔外科っていう頭の骨とかを見てくれる病院があるので、そこに行こうと思ってます。今回私事故をしてみてすごく思ったのが、防げる事故と防げない事故って本当にあるんだなと思ってて、スピードはだいたい20から25キロぐらいの、下り坂だったんですよ。ただ、本当に楽しくて、そのままスピードあんまり落とさずに下ったっていうのは私の悪い部分でもあるんですけど、目視ではどうしても気づけないその路面状況とかってやっぱりあると思うので、事故が起こってからそういう後悔をするんじゃなくて、もう事故起きる前提とまではいかないですけど、事故起きることも想定しながら、スピードはやっぱり坂道はゆっくりした方がいいなと思います。初めてのね、阿蘇ですっごい綺麗な高原だったんですよ。私が体験したことのないような阿蘇で、もうそれで多分楽しくて浮かれてたんですよね。それで多分スピードもそこまで落とさずに、今20から25ぐらいで下って、ほんと1回転転転したって感じでした。で、これもまた学びだったんですけど、E マウンテン、マウンテンなので、ちょっとこのツバのあるヘルメットをしてたんですね。普通のロードバイクみたいな、ここが丸みを帯びてるものではなくて、ツバがある、いわゆる E マウンテンでよくあるような、やってたので、顔から落ちたんですけど、脳に異常がなかったのか、多分そのヘルメットのおかげで、転んだ後のヘルメットがここの上にカーンって上がってたんですよ。なので、多少そのヘルメットが脳を守ってくれたっていう意味では、本当にヘルメットちゃんとしててよかったな。当たり前なんですけど、ちゃんときつくしっかりしててよかったなって、すっごい、本当に改めてそこでヘルメットの重要性を知りましたね。その時は、アイウェアはしてなかったんですけど、本当に不幸中の幸いで、目には何も、目は全く本当に怪我とかゴミも入らずに、本当鼻から下だけって感じですね。で、これも事故
した人しか多分わからない感覚だと思うんですけど、実際に事故する瞬間っていうのは本当にスローモーションになります。本当に一瞬の出来事なので、今何が起きたのかっていうのがまずはわかんないんですよ。外から見るとちゃんと綺麗に一回転したって、で、私が前転したっていうふうに言ってるんですけど、私の感覚としてはハンドルを持ってて、そのまま地面がこう近づいてくる感じで、前転した、もう空間把握が全くできない状況で、何が起きたんだって思った状態ではもう転んでたので、実際に事故を起こした方だったらわかると思うんですけど、最初ってアドレナリンが出てるのと戸惑い、急な出来事に過ぎて全く痛みを感じないんですよ。本当に何もわからないぐらい。ただ、一つ分かったのが、鼻潰れたって思ったんですよ。この鼻からこの口にかけてが全く感覚がなくて、痛くはないんですけど感覚がなくて、ただ、これ潰れたなっていう感覚だけがすごい鮮明に覚えてて、最初は多分痛みも感じない戸惑いの状況なので、まず状況理解をするので精一杯で、もう下向く瞬間も顔からもう血がポタポタ垂れてるような状況で、もう、拭いても拭いても血が収まらないみたいな、そんな感じで、最初は痛みよりも、その状況把握をするためだけになんかもう脳がずっと回ってる感じで、でしたね。で、その後救急車を呼んで、その救急車を待ってるあたりから状況も理解できてきて、その時は怖くて鏡見れなかったんですよ。最初この鼻潰れたなって思った瞬間、まず痛みとかそういうよりも、顔が元通りになるのかが、それだけが、心配すぎて、YouTube もやってるっていうのもあるんですけど、女性っていうのも大きいと思います。なので、顔が戻らなかったら、この先生活私どうなるんだろうってちょっと思いましたね。で、その時はまず気づかなかったんですけど、下の歯が、これ4本折れたって思ったんですよ。で、結果的には歯を折れてなかくて、その時の私の勘違いだったんですけど、歯茎がえぐれて、その歯茎の肉が歯に覆いかぶさるような感じで、その時はベロで触った時は歯の上に歯茎がかぶさってる状況なので、歯がないように感じたんですよね。で、歯下4本折れて、多分、顎にもひびが入って、鼻も潰れたんだなって多分その時、転んだ瞬間は思いましたね。痛さは全く感じなかったんですけど、救急車を待ってるタイミングでどんどん痛みが増していくんですよ。アドレナリンとかそういうのも自分でも状況把握もできて落ち着いてきてもいるので、どんどん状況把握ができる中で痛みが増すんですけど、その痛みっていうのが今まで経験したことのないような痛みで、よく転んで膝をすりむいた時に、なんかズキンズキンする痛みってよく皆さん言うと思うんですけど、そのズキンズキンじゃないんですよ。ズキンズキンってどちらかというとイメージとしては、その四方八方から針でガーっていっぱい刺されてるような、ああいうのが私のイメージでいうズキンズキンっていう痛みなんですけど、それじゃなくて、もうとにかく膨張する痛さ。風船が、空気を入れすぎた風船がもう、あとちょっとで破裂するっていう、ああいう、もう、膨張するような痛さなんですよ。なので、救急車で運ばれてる時は、もう、上向きの、その口と鼻から血が大量に出血してたので、上向きの状態で、乗ってたんですよ。まあ、仰向けの状態か。仰向けの状態でもうずっと寝たきりの状態で乗ってたので、口に血が溜まるんですね。当然、飲み込めないじゃないですか。飲み込みたくもないし、飲み込めないと思うんですけど、その時に、救急隊員の、担当の方から、ここ痛みますかとか、アレルギーとかありますかみたいな、いろんな質問を受けるんですけど、もう、口の中に血が溜まってるので喋れなくて、身振り手振りでどうにか意思疎通を図ろうとするんですけど、なんか難しいんですよね。言葉って本当に大事だなって、当たり前なんですけど、すごいその時実感しましたね。こんな簡単な言葉を身振り手振りでどうにも表現し、できない。で、相手も一応喋れない、喋りにくいということは、理解してくれていたので、耳を澄ましてすごいよく聞こうっていう努力も伝わってくるんですけど、何せ言葉が喋れないので、もうほんと身振り手振りでもうこの下の歯が、折れてるみたいな、本当に言葉の重要性はすごくそこで感じました。なので、言葉が話せない方とか、そういう方のもどかしさとかって、
まあ私一回だけなので、そんな全部理解したっていうのもおこがましいですけど、言葉のその力っていうのはすごいなっていうのはすごく感じましたね。あと多分これも人によると思うんですけど、私多分血を見たら多分気持ち悪くなる体質なのか、結構その下の奥までえぐれてるっていうのが、病院に運ばれて以降初めて自分で鏡を見て知ったんですね。その時歯が折れてないっていう安心感も得たんですけど、この口、申し訳ないんですけど、この下唇をこうグッてやった時に、ほんとこの顎のラインはね、ざっくりえぐれてるんですよ。で、そこのえぐれてる部分に土とか草とかが入り混じってて、で、もう、水でゆすごうとして吐くんですけど、もうそのえぐれてる部分に水が染み込むのが、もう、これは言葉に表せないぐらい本当に痛くて、気を失うんじゃないかってレベルですっごい痛いんですよ。痛さとその吐く血の量とかで気持ち悪くなって、で、まあ、鎮痛剤とかその気持ち悪くなるのを止める薬っていうのも打ってもらって、ようやく落ち着いたっていう感じですね。担当の医者、お医者さんからは、まあ、1ヶ月ぐらいは流動食になるんじゃないかっていうふうには言われてて、ただまあ、顔に目立つような傷がないので、その後遺症とか顔の歪みとかそういうのは多分残らないんじゃないかっていうのは言ってもらえたので、本当にそれは不幸中の幸いだったなと思います。で、CT っていうんですか、そのレントゲンみたいな、顔のレントゲンとか全身のレントゲンも撮って、その口の中に破片、なんかガラスの破片とか気になるような破片もなかったし、もうこっから下の、あと口の中の傷だけだったので、お医者さんからは本当に不幸中の幸いで運が良かったねってすっごい言われましたね。その時に、まあ、事故したので運がいいとは言えないんですけど、自分が一瞬思い描いたこの先の自分の顔の原型が残らない未来っていうのも私も少し想像してたので、それがなくなったっていうのはすごくありがたいですね。今事故してから3日経ってるので、最初より痛みとかもだいぶ引いてきてるんですけど、それでもまず、口も開けられない状態。で、走ることも顎にすごい振動が響くので、このちょんちょんって触るだけでめっちゃ痛いんですよ。なので、喋ることも流暢にできない状況で、ま、今、ま、それでも手足はなんとか動くので、生活はなんとかギリギリできているっていう感じです。で、ひびとか骨折がないって思った瞬間に、まず第一に思ったのが、親への感謝ですね。こういう頑丈な骨とか、頑丈な歯に、健康な体に産んでくれて、本当にありがとうって思いました。本当に、打ちどころが悪かったら、絶対に骨が、後遺症もすごい残ってたと思いますし、骨が、鎖骨とか骨が折れるっていうのはすごく話はよく聞いてたので、事故した瞬間はその覚悟はできてるつもりだったんですけど、でもいざ骨折しないって分かって、本当に、本当に母親に感謝の気持ちでいっぱいでしたね。改めて自転車って本当に死と隣り合わせで行うスポーツなんだなっていう実感はすごく湧きました。口で言うのも簡単ですし、頭で思うことも、まあ、すごく簡単なんですけど、実際に身をもって体験して、死がよぎるっていうほどではないんですけど、まあ、死がよぎるっていう体験に近い出来事だったので、すごくそれは感じましたね。なので、実際に、街中を走るときとか、インマウンテンもそうですけど、特に最近 E バイクとかが結構流行り出してきて、いろんな方が乗ってると思いますし、あれってその漕ぎ出しの瞬間とか、自分の力のコントロールせずに前にすごい進んでくれる、まあ、画期的なバイクではあるんですけど、それに隣り合わせで事故っていうのも確実に、人事ではないっていうことは本当に皆さんに伝えたいことですね。なので、ちょっと、顎というか、この口から下唇から顎が感知するまでは、走ること、激しい運動とか、
あと、ロードバイクに乗ることすらちょっと難しいかなと思ってるので、当分は自転車に乗る動画は上げられないと思います。これから上げる、アップする自転車の動画は、この事故の前に撮ってる、まあ、いわゆるストックの動画なので、仕方ないんですけど、そういう状況が続くので、動画を楽しみにしてくださってる方は、少しだけ楽しみに待ってていただけるとすごく嬉しいです。で、今私結構無表情で話してたと思うんですけど、口の左右の部分も結構切れてて、口角を上げることすら今ちょっと難しい状況なんですよ。なのでなんかもうゾンビみたいな顔で、ずっとなんか、顔の表情が変わらず、ちょっと気持ち悪かったかもしれないんですけど、事故起きた時の感じる痛みとか大変さとか、自転車がどれだけ危険なスポーツであるかっていうことは、とりあえず皆様にお伝えしたかったので、今回はこの動画を撮ってます。で、今後はね、ツイッターの方とか、まあ、インスタグラムの方で、少しずつ回復の状況とかも、いろいろとツイートしながら、今の状況っていうのをお伝えしていこうと思ってるので、あと多分5年後ぐらいしたらいい思い出になると思います。ただ、下り坂ではもう絶対にスピードを出さないと決めました。その目で見た情報だけが今自分が見てる世界じゃないっていうのが今回分かったので、いつ事故が起きるかっていうのを常に、もう本当に常に頭に念頭に置きながら、皆さんも他人事じゃないし、死と隣り合わせのスポーツをしているっていうことの自覚は持ってほしいなと思います。ということで、今回も動画のご視聴いただきありがとうございました。あまり流暢に話せなかったんですけど、ロードバイク始めてない方とか初心者もすごく楽しんでもらえるような動画を作ってる、今後も発信し続けるので、ぜひね、登録とかもしていただけるとすごく嬉しいです。ということで、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。